思考や意識は現実を作る引き寄せの法則が本当でしょうか。これ半分は本当だと私は思っています。ただ半分は嘘だと思ってます。なんでかっていうと、これはまあ本に書いてることでそんなに難しくないんですけども、引き寄せの法則っていうのは、周波数とか量子力学みたいな、そういう概念を活用してるんですね。自分の観念がなければそれは存在としては形成し得ないっていう、量子力学の中でよく言われる話があるんだけれども、利用してる。だから自分の言葉で、ね、なんか言霊がどうとか、言ってる話も全部一緒で、汚い言葉使ったら悪いことが起こるとか、綺麗な言葉使ってなんかいい願いを抱いてればいいことが起こるとか、ふざけたこと言ってるんだけれども、周波数の原則からしたら、部分的にそれは間違ってないかもしれない。でも、言葉に周波数があるのと同時に、思考や意識にも周波数があるんですよ。で、その言葉、例えばお金持ちになりたいとか、金のブロックを外すって有名なね、この引き寄せの法則っていうやつ、詐欺師が言う有名なセリフがありますが、お金のブロックを外すって。そしたらお金のブロックを外して、ネットワークに引き込むのも全部一緒よ。そしたらお金が寄ってきますよっていう。それは自分を偽ってるんだよみたいな、そういう話になるけど、それも偽りなんだよね。それっていうのは、お金のブロックを外すというふうに言いながら、自分にはお金が入ってこないっていう自覚をすごく持っていて、そしてすごく醜い欲望に実は自分を浸してるってだけに過ぎないっていうことを、ちゃんと深層心理は認識してる。そうすると、実際にはそういうこと言ってても、実際にお金が寄ってこないっていうことになる。でもそれを寄ってくるっていうふうに勝手にね、洗脳しようとするみたいなイメージだね。だから、引き寄せの法則っていうのをもし語るんだとすれば、言ってることとか、言葉に出してることと、自分がやってることとか、もっと言うと深層心理ですね。それが完全に合致しないと引き寄せは起こらないと思います。それをずーっと言ってるんだけど、まず誰も聞いてくれません。だって自分の深層心理がわからないし、自分の深層心理を表層心理と間違えて、私お金欲しいんですとか、ね、もっと言うと地球が綺麗になって欲しいんですとか、ふざけたこと言っとるわけよ。全然そんなことないし、あなたの行動見てたら全然そんなことないですよ、みたいな。のを、すぐに透けて見えます。それはなんで透けて見えるかと、虚無主義者やから。虚無主義者に価値観がないからですよ。だから、すぐにパッて嘘が、ああ、透けて見えるわ、みたいな感じになるので。だから、引き寄せの法則やりたいんやったら、もっと手前から考えた方がいいよ、みたいな。綺麗事とかそんなレベルで通用するようなレベルじゃないよ、みたいなのを考えた方がいいよっていうふうに思います。いつもそうやって思いますね。